くん。触媒がありゃルリアを元に戻せるんだよな。こうなったら善は急げだ。行くぜ。触媒を手に入れた私たちは再びグランサイファーで教団の後を追う。次の目的地はフォンダームと呼ばれる島。ダリ島からはほど近いが閉鎖された危険地帯だそうだ。ローランさんの話によると、フォンダームにも星神を祀る祭壇があり、教団はそこへ向かったらしい。このゼーガグランデ空域で祀られる星神、聖少獣たちはそのどれもが恐ろしい力を持つ。これ以上教団にルリアを利用させるわけにはいかない。こんなことルリアはきっと望んでいないから。空を覆う黒煙、灼熱の炎の壁、それは大きな運命のうねりを予感させた。ここで私たちは一つの真実と向き合うことになる。よし、係留完了だ。ここなら。さっきのどでかい火柱見たよな。ありゃ。ええ、間違いない。聖少獣の強い力を確かに感じる。そうなればきっとルリアもそこにいるはずだ。なんだこの揺れは。火山の噴火が。待て待て、冗談きついぜ。火山弾でも飛んできたら一大事じゃねえか。でも急がないとルリアが。そりゃもちろん俺だってそうしたいのは山々だが。エクスカリオンを沈めた団長君たちの地区。しかし船を。分かりました、離れた位置に移動させ。悪いなローラ。ええ、そうだ。これで使えるようになりました。それなら。さてここは危険な場所ですから無茶はしないでください。こっちは心配。よし、みんな急ぐぞ。すみません。さあルリアを取り戻しに行こうぜ。よし。どうでもよくなるな。どれだけ頑丈でも落ちたらおしまいだぜ。気をつけてくれよ。そういえばローランさん、なんだか様子が変じゃなかった。そうか、ちょっと疲れてるかもしれねえな。ありがたいことにいろいろと助けてもらってる。全部終わったら埋め合わせしねえとな。これは？あの光ってる石を触ればいいんだよな。頑張れよ。時間切れか？地形を覚えないと難しいな。
時間切れか。地形を覚えないと難しいな。おお。これは？この気配。聖少女が近いわ。おい、あそこを見てくれ。あの野郎は。何？聖少女、ルリアごと行っちまった。追いかけようぜ。彼はなぜあの聖少女と戦っていたのかしら。さあな、いずれにせよ私たちの敵であることに変わりはない。こいつは火山の噴火が始まったか。足場を見て、マグマに沈んでいってる。とにかく目の前の道を進むしかねえ。それ以外は考えるな。できたら合図する。頼んだ。またくるいな。みんなで力を合わせて突破するぞ。受けられるか。無造無造。やめて。死にへと変え。私の抑えをもらった。二度と言ったかしら。教えてちょうだい。ルリアちゃんがなぜ聖少女の一部に。教団の望む事象ではないようだけど。お前たちには関係ない。てめえな、もしものことがあったら許さねえぞ。待て、様子を。おいおいおい、どこ行く気や。逃がさん。もうちょっとだったのに。仕方ないわ、追うわよ。クソ、火山は大丈夫なんだろうな。あの聖少女、姿形がバハムートと似ていた。ルリアちゃんを取り込んでいるのと関係があると思う。なんだあいつ、マグマの中でもがいて。うわ、マグマの波だ。あんなのに飲まれたらやけどじゃ済まないわ。あの岩の陰に隠れるんだ。一時的にはやり過ごせるだろう。今だ、ヤツを追いながら距離を詰めろ。マグマの波を両断した。結果的には助かったが、やっぱりとんでもねえ野郎だな。岩の陰でやり過ごせ。タイミングを見て進もうぜ。この男、あれほど真に迫って戦うと。本当にルリア、無限もよ、あの野郎が救い出して。
また連れて行かれたんじゃ元も子もないぜ。だな、出し抜かれるわけにはいかねえ。あそこで行き止まりのようね。接近戦に持ち込みましょう。気をつけろ、ヨハが来る。危ない。やっ、壊れた岩の陰に隠れるんだ。大丈夫。大丈夫なんだろうな。あの聖少女、姿形がバハムートと似ていた。ルリアちゃんを取り込んでいるな。関係があるというの。なんだあいつ、マグマの中でもがいて。うわ、マグマの波だ。あんなのに飲まれたらやけどじゃ済まないわ。あの岩の陰に隠れるんだ。一時的にはやり過ごせるだろう。今だ、奴を追いながら距離を詰めろ。結果的には助かったが、やっぱりとんでもねえ野郎だな。今でも行けるわ。追いかけるのよ。この男、あれほど真に迫って戦うと。それ本当にルリア。でもよ、あの野郎が救い出してもまた連れて行かれたんじゃ元も子もないぜ。だな、出し抜かれるわけにはいかねえ。あそこで行き止まりのようね。接近戦に持ち込みましょう。気をつけろ、ヨハが来る。少女の力の特性で逆にルリアちゃんが取り込まれてしまうことのあらましとしては、そんなところかしら。ならよ、やっぱり触媒をルリアに直接使うしかねえぜ。そうだな、ビーク、私たちが隙を作り出す。やってくれるか。こんなものか。見てやるんだ。もう少し一斉攻撃を仕掛ける。そこで一瞬隙が生まれるはずだ。準備はできてる。頼んだぜ、みんな。ビー、今しかねえ。元に戻ってくれ、ルリア。壁をぶち抜いていきやがった。また追うしかねえってか。だが
間違いなく触媒の効果はあった。次で決着をつける。オイラに任せてくれ。まで来て諦められるかってんだ。あいつら下でやり合うつもりだ。申し出とは。さっきトカゲが放った青い光、あれがルリアを救う手だ。だったらなんだ、また俺たちを打ち負かして奪うってか。この聖少女を相手にしながらそれができるかしらね。聖少女、星神をお前たちはそう呼ぶのか。教団は聖少女の力を欲してルリアちゃんを操っていた。しかし逆にルリアちゃんがイフの聖少女に取り込まれてしまう。つまりこの状況はイレギュラー。あなたたちとしてもルリアちゃんは救出して、そういうことでいいわね。ああ、そしてこいつを倒すにしてもお前たちだけでは骨が折れるだろう。双方の利益と目的が合致しているからこその共闘というわけか。死の子見つけられねえか。今はこの聖少女に集中しようぜ。またこの光か。攻撃が通らねえ。リク、さっきと同じ手順で行こう。隙を作り次第触媒を使ってくれ。分かったぜ、任せてくれ。覚悟って、受けられるか。いける、もう少しよ。準備はできてるぜ。チャンスを逃さねえ。攻撃が通用するな。
仕掛けてくる。あの火球は、あれを使う気だというのか。おいおい、全員まとめてドカーンってか。その分動きは鈍っているようよ。何としても食い止めましょう。沈んできてねえか。マグマがせり上がってきてるぜ。精鋭して火災。手応えはどうだ。まだ強い魔力を発してる部位があるわ。手分けして対応した方が。よし、あと一箇所だ。それで最後。火球が消滅した。なんとかしのげたようだ。まったく、とんでもないことしやがる。危機一髪ってとこだったな。受けられるか。準備しな。もうすぐ一斉攻撃を叩き込んで隙を突く。もう一回だ。なんと哀れで惨めなのか。今のあなたたちはまさに空虚な舞台に舞う哀れな傀儡。それを操る意図は巫女との絆、ちっぽけな希望に他なりません。ですが、
あなたたちが抱く希望もまとめて私が救済しましょう。すぐに理解することは難しいでしょうが、抗わず受け入れなさい。さて余興と参りましょう。教団の長、逃げ惑うだけですか。自らが出てくる。受けてみろ。ここで決着をつければ。決着、争うつもりはありません。あなたたちに救済の安らぎをもたらしたい。まだ決着が。くそ、相手なんてくだらねえ。堂々と勝負しやがれ。なんて威力だよ。近づいたら危険だわ。あなたたちの力なら信じられないほどの膨大な魔力。そんな子に彼女の放つ漆黒の力がきっと。そこですか。我らが試練の旅もいよいよ大詰め。あなたたちには最大の敬意、そしてヒモは私への証明を。さすが救済を訪れるでしょう。分かっていますね。それこそが唯一にして無二の道。あんたに用意される道なんていらねえよ。悪いが俺たち気空士は自由が信条なんだね。逃げ惑うだけですか。さて、そろそろ次の章へと進みましょうか。守りが大事。さて、マイティライド試練の果て、いよいよ門が開かれた。我が計画は依然滞りなく。これは何をするつもりだ。いけない、このままじゃ。なぜ救済を拒むのです。最良の道であるのは疑いようがないのに。あくまで同意しないと。巫女のことを思えば、本来あなたを傷つけたくなどありません。ですからどうか見届けてください。釈然たる私の救済を。うわっ、汚ねえぞ。返しやがれ。返す。これはもともと私たちのものです。なぜあなたたちがこれを扱えたのかはいささか疑問ですが、まあ今となってはどうでもいいこと。これほどの聖章があれば今度こそ。頑丈に作ってくれたみたいね。私の力でも外せそうにないわ。ちくしょう、ここまで来て手詰まりだってのかよ。まだ手は残されています。これはローランドだ。あなたは。ボルカンボーラまでリリスの手に落ちてしまいました。どうか協力してもらえませんか。このローラン、お前何か教えてくれ。お前さんが知って、ええ、もちろんですが、そこで全て
じゃあ頼むぜ、ローラン。わかりました。ではまずこれを見てください。こいつは確かテンペールのフラカーン。ここまでリリスは各地に眠る聖章銃の封印を解き、聖章の力を集めてきました。そしてその力を回収するための器としてルリアちゃんを利用しています。リリスの狙いは近畿の大聖章銃アンラマインを復活させ、星の世界へ大量に集められた聖章はその聖章銃を起動させるために。で、そいつが大層なくアンラマインは門を司る聖章銃、どんなにその力を使えば理論上は星の世界へ渡る。それだけ聞くと便利な力って感じで危ない感じはしないけど。移動だけならばゲートはつなぐ空間の距離、例えば星の世界へのゲート距離がどうこうっていう次元じゃないわね。星の世界は空とは異なる。ってことはつまり、はい、そうした莫大な力が少なくともゲート生成の余波でゼーガグランデ全域へ。あ、なんだって。今から約15年前の話です。星の世界へのゲートを開く際は何らかの要因で失敗したようですが、それでもいくつか生き残った人たちは、そんな。そして今リリスは力ある聖章獣よ、その余波の破壊力、あのような残酷な。ちょっといいかしら。彼女リリスは星の民なのね。あの異様な力と星の民、かつてこの空を支配した者たち。その通りです。そう、それでそれを知っているあなたは。なんだと。少し前から違和感はあったわ。あなたはこの空域の常識の輪から少し外れている部分があった。マジかよ、星の民の生き残りだったのか。すまね、どうしても警戒しちまってな。あれは教団のラプトル。おいおい、追ってきたっけのかよ。仮に脱出に気づかれていたとしても早すぎます。よりにもよってこんな時に鉢合わせすると。考えるな、後だ。とにかく迎え撃つぞ。行くぞ、制圧開始。意識起動。敵を捕獲する。もらった。おいおい、こちらだ。こんな戦いは不本意ですが、なぜ彼らはこのコーラ。間違いない、異分子の一行だ。包囲陣形を取り、飛空艇を制圧せよ。どうやら遭遇戦のようだ。彼らの進路に私たちも使った。いい調子、出番だ。逃がしとめるぞ。各班、戦闘時の細かな承認は不要だ。異分子粛清はリリス様の勅命である。まさか。そういうことですか。この航路で遭遇したということは、やはり彼らの目的地。どういうことだ。何か心当たりがあんのか。一応の検討は。とにかく今は彼らの撃退を。シルエットドライブマスター。逃がさない。すっごい奴らだ。してくれそうにはありませんね。それにしてもこのローランの強さ、さすがは星の民ってさ。了解です。団長、油断するなよ。了解よ。私も抑えよう。今ので最後のようだな。どうやら教団はすでに動き始めたようです。ねえ待って、ローランさんは星の民といえば
これまでロキやミカボシというも、いずれも、なんというか。ああ、便利屋なんて。それに、かつての僕は、ですが、遠い昔、支え合い、信頼し合う。僕にとってフォルカは、そこに住む民。僕は彼らと同じ時間、せめて、幸せであって星の民一人の都合によって、彼らを、たとえ察しが。気持ちは十分わかん。じゃあ、一緒に戦おう。星の民にも、いろいろいるもんね。聖少獣ですら、そう。くせえ話だが、そういうのは嫌いじゃねえ。皆さん、僕がただ臆病だったんです。星の民という将。頼りにしてます。団長君、ありがとう。決まりだな。ああ、ローラン殿と共にリリスを止め、そして今度こそ。ルリアを取り戻す。アンラバイの本体はシードホルム。あのでかい都市だな。ええ、遥か昔のことですが、僕がこの手であそこに封印しました。でも15年前にリリスに見つかっちゃったのよね。だったらその封印も。はい、お察しの通りです。解かれてしまいました。その時にリリスはアンラバイの力を使い果たし、本体祭壇のどこかにはあるのですが、ゲートを開く力。なるほどな。お前さんが残念ながら見つけることはできませんでした。ですが幸い、すでに教団は城へ迫っています。あまり猶予はありません。町で準備を整え、すぐに向かいましょう。この空を救うために。